山田川疎水は、兵庫県を流れるしじみ川をせき止めたつくはら湖を、水源とし、三木市と神戸市西区を流れる、観外用水路で、山田疎水と略されることもある。大古川疎水と合流し合わ山疎水として、稲美町など、東板一帯も潤す。山田川疎水は、赤市藩のも七1771年に計画が、始められ、 1867年に測量を開始し、1911年に着工、1919年に完成した。塚原湖が作られる以前は山田川から直接取水し、1933年には山田池も造成された。1991年に水源が東板用水へと切り替えられ、取水石は解体され、核素水のコンクリート化など改修も行われた。 2014年、大郷川疎水を包括する神戸市と稲見町の阿波、山疎水が国際館外排水委員会による館外施設遺産に登録された。津原港を出ると、三木市しじみ町三津が笠松峠下を水道で経て、神戸市西区おしべだ町で一度地表に現れ、兵庫県道83号平阿三木線と交差した後、三木市緑川岡町で、また水道となり、 神戸電鉄青線荒野ゴルフ場を前駅の直下を抜け、三木市しじみ町荒野の荒野ゴルフクラブ敷地内で、再び地表に現れ、宮形に調整地に貯水される。ここまでが当初計画の水路で、総延長は10.75キロ。以下に広がる疎水による樹液工作面積は848ヘクタール。五西式道池から、進出支線が派生し、 下勝成池で大古川疎水と合流視野は山疎水となる。合流幹線は神戸市西区新出町小田原で、メス岡山の北側を買い、老いの口分水所で山田川疎水に合わせ整備された岩岡市線と既存の大古川疎水系に分岐。岩岡市線は新出上水上を経て国道175号と平行市西区新出町南から、 新室町宝税へ屈曲、兵庫県道377号の村赤支線と並行し、岩岡市線の開通に合わせ新たに作られた17個のため池の1号池から西区岸岡町陰路、平野町陰路を経て、一旦、赤石市大久保に入り、再び西区西脇で12号池、14号池に給水した後、陰路池などを経て、赤石市、魚住町の17号池が、 流末になる。排水は、赤石市を流れる瀬戸川や庄内用水、赤名川に流入し、瀬戸内海へ注ぐ。また、浸出浄水場からは、平野支線も派生し、鍋谷池を経て、神戸市西区平野町、常本、西戸田の田を潤した後、福地川へ注ぎ赤石川へ放水されるほか、藤江川の水源にもなる。一方、浸出支線は、メス岡山と、 押す岡山の間を抜け、兵庫県道65号神戸加古川姫路線と交差した後、西区押部谷町和田で明石川に至る。山田川主水口から宮形に調整池まではやや上り勾配で、総水は水道部における水流、水圧や埋設導水管による連結管の原理によって送水され、宮形に調整地から先は自然流下となっているが高低差は、 かなり緩やかなものとなっている。山田川疎水が完成した後の1924年に大規模な干ばつが発生したことを受け、造成された。現在は、津久原越え給水するが、その完成前は山田川疎水道水路へ直接送水していた。収水面積が57ヘクタールしかなかったため、1935年から2年間かけ、渋れ山からの飲水路を改作した。 土木学会、日本の近代土木遺産に演奏する重要な土木、構造物に0 0線に選定されている。本来は自然河川だが上流域で山田川疎水平野支線、東板用水から給水を受ける。福地川をサイフォンでくぐり抜け、明石川と並行しつつ、明石市の野ののち貯水地を経た後、明石市国母では暗渠となり、西明石駅西川で地表に現れ、 はりまなだに至る。山田川祖水関連施設画像を淡山祖水を保管するものとして、九百七十年に着工し九百九十六年に完成したのが東板用水である。篠山川の川城ダムを主水口とし、川城道水路を経て一度登場川に注ぎ、大川瀬ダムから大川瀬道水路で南進し、三木市の吉川地区へも供給しつつ、神戸市北区で、 総合川となり、国道428号の丸山橋橋で、大合川疎水と立体交差して一部は疎水に給水。大合川へ合流した後しびれ、三世六に埋設された、同水管がつく原子のドントダム園庭場を通過、笠松峠下を抜ける山高は疎水路と、埋設同水管に送水される。当番用水は淡山疎水の保管目的で、整備されたが、その完成の頃には、 原端製作、添削やり能などにより、考えようとの意味が薄れていた。そのため、道水管水路は、新室浄水場まで伸びており、水道水としても用いられるほか、神戸市西区おしべだ二町細田の住吉神社付近で、赤石川支線を分岐し、精神ニュータウンの精神工業団地で、工業用水路にも利用され、松笠峠で分岐し、富士見が丘、月が丘から、 押し谷に町西森の新興住宅地を流れる水路として現れ、生活環境や緑化景観を形成しつつ赤潮川へ放水される。また、大郷川疎水の三坂再本橋手前から、平井支線の埋設道水管が分岐。山陽自動車道に並行し、三木市平井に至る。当番用水と近改良区の水利事業所は、平井支線沿いに置かれている。 総延長は281キロ、樹液工作面積は7390ヘクタール。平成25から33年度の後期で第二期水利事業が進められている。ありがとうございます。